ちょ下着だけ買ってきて、ちょっと赤にした。じゃあこっち、あ、なんかある、シルバースプレー、すごい傷薬2個。やった、知ってるけどどういうやつかは。キバナか、ドラゴンタイプだよね絶対。ちょっとここで技マシンとかいろいろ手に入ったから、ちょっと覚えさせてみるか。結構技を覚えてきて、アクアベイクをメソランド手に入れて、デバチクリはブレイブバード、ピーターは毒好きヘドロウェーブワイルドボルト、結構もう3つ変えたね。でネルギガンテはヒートスタンプと10万馬力、カルはなくて、で佐久間がシャドーボールを手に入れて、カルはこのままが結構強いからこのままでいって進むか。プラスパワー、うん、いかにもあれだなって思うやつだわ。サイドン、フォアグチョグチョタイプの足は悪いが経験の差がある場合、この人だよね。どういう声でいこう。お、チャンピオンが、チャンピオンが推薦したトレーナーだな。名前はスマホで調べられるんだね。あ、スマホに載ってんだね。ケロマ掃除、ま、ダンデが見込む手は確かに強くなりそうだ。うん、でもどうやって、待って、どの声で行けばいいんだろうなんで俺こだわってんだろう。ちょ、オラオラ系でいくか。さらし、キワの様に挑むにはジムバッジが7個いるんだな。自分のこと様って言うんだね。あ、俺今ホーモスコですって、俺、うん、おっと、ホーモスコか、冷めてんなこの主人公。歴史からポケモンを学ぶのも悪くないやり方だよな。気に入った、俺様についてきな。あ、紹介してくれるんだ。俺の友達に似てんなもうこんな友達いる、もう覚えてないけど、うん、どんな感じか。おらよ、俺様のリーグカードだってもらえるんだもん。てか、それさっきの友達って言えんのかな。キラマ掃除はキバナの、あ、違う、キラマ掃除はキバナのリーグカードをもらった。ノリでさ、この文章も言っちゃうわ。後で見るか。ホーモスコなら階段の先だぜ。身長高くね、割と。うん、すごい笑顔。てか、俺チャンピオンよりあっちの方がいいんすけどかっこいいと思うんですけど。いやー、宝物庫見えた、俺今見えた。甘える、誰も覚えねえわ。甘える、メスだからパチクリがいけそうだけど、なんもないよね。宝物庫ってやばくね、ここ。あ、ソニア、お久しぶりです。来たんだ、すごいよホーモスコ。ガララの歴史を伝えるタペストリーが残されているの。願い星を見る若者二人、よくわかんねえ。うん、なんか最悪の訪れ、わかんねえ、厄災ではないよね、最悪の訪れ、困惑する若者、剣と盾、最悪を追い払う剣と盾を見る若者、王冠をかぶる若者、絶対ポケモンとなんか関係するでしょ。ガララに王国ができた時の物語を伝える タペストリーね。若きジムチャレンジャーさん、何か気になることはないかしら。ブラックナイトではないよね、英雄は2人、さすがだね。エンジンシティのホテルにあった英雄の像はどう見ても一人。でもここのタペストリーでは、若者二人と記されている。フュージョン？あれは。
なんだ、英雄は一人なのか、それとも二人なのか、ブラックナイトとは何だったのか。話を聞いてくれてありがとう。考えを整理できては。まだタペストリーを調べるけど、君はジムに挑戦だね。応援でこれで分けてあげるから、勝ち残るのを楽しみにしてるよ。元気をかける2個。まあ、後で復活層買いに行くけどね。じゃあ、無音じゃん。いや、なんかここ、なんか伝説のポケモン来そうだな。いやー。ブラックナイトとは別のやつなのかな。だとしたらちょっと興味深いね。お、待ち構えて。宝物庫のタペストリーに書かれているのはガラルの英雄。今のガラルで言えばチャンピオンダンデが英雄だな。いいか、ケロマ掃除のゴール。いいか、ケロマ掃除のゴールはスーパースターダンデに勝つことだ。そのために6番道路を越えて ラテラルタウンで鍛えろよな。ラテラル、はい。いや、あいつと戦いてえわ。ラテラルかねえ。知らない。知らないの。カジッチョプレゼンで結ばれるって噂だよ。うん、カジッチョ探して。はい、カジッチョ。あれ、カジッチョ遅れてごめんね。急に話してどうしたの。腰の準備どう。ほとんど片付いたよ。こういうイベントあるんだ。引っ越し明日だから。そっか。ね、このポケモン見てよ。あ、カジッチョすごい捕まえたの。人からもらって。ごめん、本当は自分で捕まえたカジッチュ君にあげたかったんだけど。やっぱり忘れて、カジッチュ渡せないよ。うん、私この子受け取れないよ。うん、遠くに行っても離れ離れになっても君が捕まえたカジッチュ私ずっと待ってるね。え、それって。それだ、またね。振られてはないんだよね。一応相思相愛ってことね。あの、さっきのってどういうことなんでしょう。おめでとう。ありがとうって、うわー、やっぱりそういうことなの。本当に信じられない。やったー。ごめん、まさか両思いだなんて想像してもいなかったから。で、それよりこの子を君に返さないとね。あと、大事な一歩を踏み出せたお礼さ。何これ、特殊。これ良かったじゃん。僕、自分の力でカジッチを捕まえる。そして、いつかあの子にカジッチを渡しに行くよ。俺、もう100個、もう900個あるから、100個あげるよ、モンスターボール。じゃあ、バイバイ。こういうイベントあるんだ。なんとなく話しかけてみたんだけど、かけられた。合体技？これトリプルバトルだったらさ、草の近い、水の近い、炎の近いやったらマジでやばくね。トリプルバトルまだあんのかな。それは気になるけど。こっちの橋渡るけど、特にな。お、砂蛇。なんと可愛い砂蛇。しかもエール団いたな。可愛すぎる人々。可愛いな。我々エール団はスナフィが安心して眠れるように応援している。あれ、あんたたちポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。あんたたちポケモンは起こさないから通してもらうよって、そういうことね。これもっとホップ。キャラも掃除。
ラテラルタウンに行くんだよな。エルダンの人たち、そこ通っていい？あなたたち、子供はうるさいので通行は許しません。特にジムチャレンジバンドつけたジムチャレンジャーは嫌いです。わたわた足音を立てられると砂蛇が起きてしまいます。勝ったよ。今日も掃除通らせてもらわないと、ラテラルタウンでジムチャレンジに挑めないぞ。勝負しよう。お前力強いぞ。なんかテンション下がってね、こいつ。ホップ、あんたたちうるさいのです。スナイフィーが浮きますよ。だから子供は仕方がありません。スナイフィーのためこいつらを追い払いましょう。来た、めんどくせえ。スカンプ行け、メソランド。ちょ、アクア、なんだ、アクアスラッシュ、アクアブレイクアクアブレイクやってみるか。フェイント、アクアブレイクってどんな技？あ、強いのかわかんねえ。じゃあ水の誓い、あんな風船で出てくんだ。うん、普通だったな。まっすぐま、どうする。あ、一回ピーター出さなきゃいけねえな。ピーターは大守り小判持ってるからさ。あ、結構強え。ちょ、ワイルド、あ、いや、ヘドロウェーブかな。これ俺らにも被害及ばないの？さっきの。あと1レベルじゃん、メソランド。あなたような子供、子供は勝負でもうるさいんですよ。ああ、うん、この反応やったかな。キャノマ掃除、その勢いで任せるぞ。あれ、今回ダブルバトルじゃねえな。 そういえば今思ったんだけど、レパルダス、ホップもう完全にだだ下がりじゃん、テンションが。よし、オッケー、これも難なく倒したしな。みんな割とそんなにレベルの差がないね。もうお邪魔虫だね。よし、今の騒ぎでスナフィーが目覚めるかもしれません。それでは応援の意味がない、さっさと消えるとしましょう。コップ、スナフィー仲間にすれば。ケロモ掃除とジメレナのコンビは本当にすごいぞ。うん、俺ビートにボロ負けして、いや、負けたのはいいんだ、勝負ってそういうもんだろ。やばい、いや、闇落ちしそうだな、こいつ。ただ、あいつに、兄貴の名前に泥を塗っていますねって。そんなこと言わせて自分が悔しくて嫌なんだ。いやー、あいつなんか、闇抱えてるわ。うん、闇抱えてるやつと闇落ちしそうなやつが、俺の周りには二人いるのか。俺が弱いと、兄貴まで弱いと思われる。そんなのは嫌だぞ。兄貴は無敵のチャンピオンだ。これでいいのか、ちょっと考える。じゃあな、ケノマ掃除。あら、まあ、ああ、なあ、ほっとくんすか、俺を。いや、ホップで目覚めたな、あれは。あんた、ダンデが選んだジムチャレンジャーだね。誰？あ、待って、この人もあれじゃん。私はポプラさ、詳しくはカードをご覧よ。な、中央バーに似てるな。中央バーだっけ、中央バーだっけ、ちょっと忘れたけど。これもどこかであんたの本気見させてもらうとしようかね。この人もジムリーダーだよね、確か。
何タイプだ。酸っぱいリンゴ。おお。リオンのウスが果実中、俺の果実中を進化する。おお、うん。アップリュー。予想外の姿だ。お前飛べるんだった。飛べるんだね。飛翔するほど強酸性の液体を頬袋に溜める。翼で撃つ。懐かしいな、その技。